どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回ですね、ドヒドイでシャドウ白竜、ノコッチっていうパーティーでスーパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がブラッキーですね。まあ、これ出し負けですね。まあ、ちゃんとシミュレーション回したなら分かってるんですけれども、今回は。うん、これ出し負けなので、まあ、どうしようかなって感じであるんですが、とはいえ裏もね、あんまり、まあ、ブラッキーに強くはないのかなって印象があるので、なので、まあ、あれですかね。できるところまで突っ張っていって様子を見ていくって形にしようかなと思います。まあ、とりあえず、イカ様を受けてみて、まあ、ダメージ感覚的には4分の1ってとこですかね。これはね、お互い耐久力があるポケモン同士のバトルなんですけれども、まあ、技精度、ゲージ技の技性能の差でこちらの負けって感じですかね。で、まあ、ヘドロウェーブじゃないと多分ダメージ取りづらいと思うので、ヘドロウェーブでダメージ取っていって、で、相手がここで、まあ、イカ様打ってくるんですけれども、まあ、この感じだと、あとイカ様3発、これ込みで3発 ?2 発か。あ、3発ってとこか。なので、まあ、やっぱり負けちゃう対面だと思いますね。まあ、回転で圧倒的な差があるので、うん、そこがちょっとネックではあるんですけれども、ただ相手がヘドロウェーブを受けてくれて、まあ、ブラッキーを消耗させることができるのであれば、まあ、悪くはないのかなと思います。だけど、ま、ここでヘドロウェーブを打っていって、で、ま、これでね、ま、相手がシールを貼ってくるか貼ってこないかなんですけども、まあ、正直ここでシールを貼られた方がこちらとしては辛いかなと思ったんですが、まあ、受けてくれたんで、まあ、ここまで削ってくれたのであれば、他のポケモン倒していけるので、うん、まあ、悪くないですね。で、ま、相手のイカ様が飛んでくるタイミングで白竜を投げていったんですけれども、まあ、結構食らいますよね。まあ、シャドウで、打たれ弱いので。で、それに対して相手がデレンネを投げてきて、ここが勝負どころですね。なんだろうな。デレンネは、こちらの息吹に対してね、耐性があるので、息吹のダメージは期待できないんですけれども、ただ先に着地した分、こちらが技を打てると思うんですよ。で、まあ、そこでシールド剥がしていけば、割と戦えると思っているので、まあ、それでなんやかんやしていく感じですかね。まあ、お互いシールド2なんで、なのでね、まあ、そういう動きができるかなと思います。まあ、シャドウ白竜、この動きが強いですね。相手の通常技がシャドウ白竜にダメージが取れない、技で、で、逆に、あれですね、こちらが、なんですかね、通常技でダメージ取れない場合は、シールをハリハリで無理やりゲージ技をね、打っていって、シールを剥がすみたいな動きが結構できたりするので、まあ、そこが強いなって思います。で、相手がここで、まあ、技打ってくるんですけれども、まあ、これ貼っていけばこちら技打っていって、シールを剥がすことができるんで、まあ、それでなんやかんやできるって感じではありますね。というわけで、まあ、のしかかりを打っていって、で、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、おそらく張ってくるんじゃないですかね。で、張ってきて、もう一発こちらの仕掛かりが先に打てると思うので、うん、なので、ま、それでね、あ、張ってこなかった、あ、張ってこないっていうか、もう終了なかったのか。うん。で、まあ、砲で打ってくるんですけれども、まあ、これ今一つだけど耐えないかな。ちょっとね、デレンで結構軽くあるんですよね。うん。なので、ま、これはもう食らってしまって、で、残っちて起点を作りに行ったんですけれども、最後出てきたのは不思議バナだったんですが、これなかなかめんどくさいの出てきましたね。どうしようかな。ハードプラント食らいたくないですね。うん、シャドウなんでね、しかもね。どうしようかな。とりあえずドリルライナーでダメージを取っていって、で、ある程度起点作ったら、あ、もうここで出しましたね。まあ、ここで出しておけば確かにそうか、相手としては、あれですね、吐けないですよね、すぐには。うん、ゲージを2発分溜めてから吐かないと裏に対応できなくなってしまうので、まあ、溜めてきてって感じですかね。ただまあ、これ塩水打ってたんで、これで倒せるんじゃないかな。そうですね、これで倒せましたね。で、倒していって、あ、終わりですね。対戦ありがとうございました。最後はドヒドイでの耐久力が物を言いましたね。まあ、毒タイプが入っていてね、草技が当倍になるとはいえ、まあ、さすがの耐久力でね、鶴の鞭を耐え切って技打ってたんで、まあ、そこ大きかったかなって思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手チャーレメですね。一応これはね、普通にやり合えば、シミュレーション上は出しがちなんですけれども、ただ相手がブラフを織り交ぜてサイコキネスを打った時は、こちらが負けてしまうみたいな対面になっているので、まあ、難しくありますね。で、まあ、調べてみたところ、こちら塩水連打で、まあ、良さそうなんであれなんですが、まあ、どうかなって感じになります。とりあえずサイコキネスとこちらの塩水、最初の一発目は、なんかあれらしいですね。同発らしいので、まあ、それで、まあ、相手がね、サイコキネス溜まってるか溜まってないのか、様子見れるかなって感じがあります。で、引き先がトロゼルガだったので、まあ、そこにはとりあえずヘドロウェーブを打っていって、これ入ったの大きいですね。これが入ったのであれば、ノコッチを投げていって、で、ノコッチはね、あいつなんだ。チャーレムにはね、弱いので、なので、まあ、ここで使っていくって感じになります。まあ、これはもうあれですね、シルル1枚しか残ってないので受けていくんですけれども、まあ、この後先に岩ならで打ってるかな、どうかな。ああ、頭髪になっちゃったかな。まあ、でもこれは受けちゃっていいかな。まだ自信は溜まってないと思うんですけど、うん、そうですね、つらばりですよね。で、まあ、ここで、ちょっと起点を作らせてもらって、あ、もう一発ぐらい打ってもよかったかな。まあでもいいでしょう。うん。まあもうここらで打っていって、まあしっかりとダメージを取っていって、で、まあチャーリーも出てくると思うんですけれども、多分ドリルライナー一発打てると思うので、うん。まあそれで、まあダメージなりシールを剥がすっていう動きをしていこうかなと思います。
ちょっと起点作られちゃうのはでも嫌ですね。うん、チャーレムに起点作られるのはなかなか厳しいものがありますね。うん、とはいえ、ドリルナインは打てるんで、まあ、これでダメージ、まあ、相手張ってこないでしょうね。まあ、今一つじゃないや、等倍の技で、うん、あの、なんだろうな、タイプフィッチなんで、まあ、これで3分の1ぐらいダメージ取ったとしても、まあ、相手としてはね、受ける方が得だと思うので、あれで、で、まあ、途中でね、このままだと起点つかれてしまうので、ドヒロインで投げていったんですが、まあ、それに対して相手がゲージを貯めてきて、まあ、最高気にして打ってくれっていう動きですかね。うん。で、まあ、塩水打っていくんですけども、これさすがに張ってくるんじゃないかな。だいぶゲージ溜めたんで。相手としては、多分2発技打ちたいと思うので、まあ、張ってきて、で、ここで最高検出が飛んでくるのかな。うん。で、これどうしようかな。張りましたね。でも、ただもう一発飛んできちゃうと思うんだよな。これ張ったところで。どうなんだろう。しかも防御下がりましたね。うん。こうなってくると、もう、剥離が通ってるか通ってないか問題になってくるんですが、まあ、ここで相手が張ってくるかな。あ、張ってこないんですね、ここ。張ってこないんだ。これ張ってこないのはちょっと意外でしたね。で、最後出てきたのがドヒドイデで、これは厄介っすね。ドヒドイデじゃないや、トリレプスか。厄介だな、これ。どうしようかな。交代受けとかも必須になってきそうな感じになっちゃってますね。とりあえず、冷や水じゃない、塩水でダメージ取っていって、で、まあ、途中で交代時間来たら、まあ、白竜なり、あれなり投げていきたいとこなんですが、まあ、先打たれちゃいましたね。これ耐えてくれるかな。耐えてもう一発塩水打てるようだったらまだ、なんとかなりそうな感じではあるんですけれども、耐えなかったか。うん、で、まあ、白竜投げていって、で、アクアテリアでダメージを取っていく形になりますね、こうなってくると。こちらはもうあれですね、ストレッチ食らえないかな。なので、しっかり回数数えていって、ノコッチで受けたいところですね。できれば、ノコッチでも技打ちたいんですけれども、もうアクアテリアで押すしかないので、まあ、アクアテリアで押していくんですが、まあ、とりあえずシールド剥がしていって、まあ、ここいらでノコッチ投げていけばね、とりあえず相手のストレッチを一発かわすことができるんで、まあ、これでかわしていって、あとは、こちらのアクアテリアね、2発間に合うかって感じです。で、まあ、これ相手がね、結構本気で打ってくれたんで、これ大きかったですね。まあ、これで相手が起点作ることなく、なんですかね、ノコッチがやられていったので、うん、まあ、ここであれですかね、アクアテール2発間に合えば、なんとかなりそうですね。うん。まあ、タイプ相性上こちらは不利は不利なんですけれども、まあ、相手がゲージ貯めるのが遅いポケモンなんで、うん、まあ、こんな感じでアクアテールで無理やり押していって、勝ちですね。対戦ありがとうございました。うん、これもあれですね。さっき言ったシャドウ白竜に、通常技があんまり効かないときは、ご利用しできるっていうね。まあ、それがうまく最後刺さったかなって感じがありますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がチルタリスですね。このタイミングどうなんだろうな。なんか微妙なタイミングではありますね。こちらとしてはヘドロウェーブを打つしかないのかなって感じではあるんですけれども。まあ、ちょっと分が悪そうだったので、ノコッチを投げていって、で、そのまま相手が突っ込んできてくれているので、まあ、悪くないですね。うん。まあ、岩技で弱点つけてるので、まあ、転がるに大したダメージはないんですけれども、一応岩技なんでね、抜群取っていて、さらに岩投げでダメージを取っていって、まあ、この感じだと、確定2発ギリ取れるかって感じかな。まあ、確定2発まではいかないけれども、まあ、転がる込みでなんとか2発ちょいってところだと思うので、まあ、悪くはないのかなと思ってます。で、こっちが岩流れを打ってくるタイミングで相手が交代してくるかなと思ったんですが、まあ、してこなかったので、この感じだとあれなのかな。まず相手がドヒドイデに強いっていうのがあるのと、裏がね、あと、あれですかね、ノコッチが重いっていうのがあるか、まあその辺なのかなとは思うんですけれども、まあどうかなって感じられます。で、まあここで相手が技打ってくるんですが、これ張れば対面奪えそうですね。なのでこれ対面取っていこうかな。うん、そうですね、これ対面取っていって、まあゲージだけ貯めさせてもらって、で、裏を見ていくところなんですけれども、まあ出てきたポケモンが、あれでしたね、ランタンでしたね。しかも水鉄砲型っぽいので、それであればなおさら白竜が、いいんじゃないかな。白竜で多分押していけると思うので、うん。悪くないですね。もう一発ドリルライナー打っていきたいところなんですけれども、うん。とりあえず間に合ったので、まあ、これでね、まあ、シールドラインでダメージを取っていって、で、様子を見ていくって感じになると思います。んで、まあ、張ってきましたね、さすがに。で、まあ、これもやられちゃうのでやられていって、で、白竜を投げていくんですけれども、うん、白竜がシールドなしでどれだけ相手の技を耐えてくれるかって感じにはなりますね。ただ幸いのことに相手のね、通常が水鉄砲なんで、まあ、ゲージ溜まるのは遅いのでね、まあ割と戦える感じはありますね。で、最後相手が投げてきたのがガラルマッキョで、なかなかめんどくさいの出てきましたね、これ。どうしようかな。もう白竜でゴリ押しして、いくしかないかな。うん。で、相手としては多分ね、岩流れでとどめを刺しに来るんじゃないかなと思います。で、岩流れでとどめを刺しに来ると思うので、なのでまあ、岩流れをドヒドイデで受けたいですね。うん。なのでまあ、ドヒドイデで受けていきたいところなんですが、ただまあ、相手ね、まあ、地震でドヒドイデで一撃で大ダメージ取ることができるんで、まあ、難しくはあります。ただまあ、どうだろうな。うん。まあ、白竜を倒すためにゲージ吐かなきゃいけないのかな。どうなんだろう。うん。
まあ、しっかり数を数えていって、で、相手の岩流れが来そうなところで、まあ、投げていったんですが、まあ、見られちゃいましたね。で、まあ、地震打ってくるんですけれども、まあ、でも、半分ぐらいかな。あの、ドヒロイの耐久力だったら多分半分ぐらいのダメージだと思うので、うん、なので、まあね、まあ、受けるしかないので受けていくんですけれども、まあ、ここに対して、塩水を投げ、打っていって、まあ、これで倒しきれれば、なんとかなりそうな感じはありますね。どうだろうな、倒しきってほしいですね。どうだろう、塩水で、あ、倒しきれましたね。これ倒しきれるんだ。意外と塩水って軽くあるのかな。どれぐらいの、ダメージなんだろう。まあ、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、でも、あれですね。うん、悪くなかったですね。で、相手がここでドヒロイでやられるのが嫌なので、まあ、シルドで技打ってきたんですけれども、これ耐えるんじゃないかな、ギリギリ。波乗りならギリ耐えそうな感じありますね。うん。で、ギリ耐えて、で、ヘドロウェーブが間に合ったので、まあ、それを打っていってダメージを取って、あとは白竜で詰めていくって感じですかね。うん。まあ、相手ここ波乗り打ったのがまずかったんじゃないかな。どうだろう。うん。まあ、でも良かったですね。対戦ありがとうございました。あれですね、塩水って結構威力のある技なのかもしれないですね。まあ、確かにゲージ溜まるの遅いので、まああんまり見ない技なんでね、対人戦のダメージ感覚とか全然分かってないんですけれども、うん、ちょっと見直しましたね。では、まあ、次の対戦なんですが、珍しいですね。ドヒドイデタイミングか。これミラーパーティーとかなのかな。うん、まあツイッターで私見かけたパーティーなんで、うん、まあミラーパーティーいてもおかしくないですよね。で、ここはもうあれです。お互い決めてないので、まあどういう感じで動いてくるかなんですが、まああれですよね。お互い本当にもうゲージ溜め合って、で、やれるところまで溜めていって、で、様子を見るって感じだと思います。で、こっちは塩水打ったんですけれども、相手がどっちを打ってくるかって感じですかね。多分塩水の方が効率いいんじゃないかな。どうだろう。うん。まあ、相手ここでヘドロウェール打ってくるのか、塩水打ってくるのかな。ちょっとどっちかわかんないんですけれども、まあ、それで様子を見ていきたいところなんですが、打ってきたのはヘドロウェーブですね。で、これだと、まあ、見た感じ、どうだろう、塩水をした方がいいのかな。ちょっとわかんないんですが、とりあえずここでノコッチを投げていって、で、相手がね、技打ってくるんですけれども、まあ、全然耐えられるんで受けていって、で、あとはドリルライダーをね、打っていきたいところなんですが、まあ、相手が張ってくるか張ってこないかですね。で、出てきたポケモンが、なんだろう、ちゃんと見てなかったですね。まあ、とりあえず、岩られてたってことは、まあ、岩られのか通りがいいのかな。うん。なので、岩られで打っていって、あ、白竜か。まあ、白竜だったらどっちも一緒ですね。で、まあ、この感じだと、なんか、ミラーパーティーの可能性大いにありますね。で、まあ、ここで相手が技を打ってくるんですが、まあ、これ耐えるんじゃないかな、ギリギリ。うん、多分耐えると思いますね。耐えるのはこれ耐えてもらって、で、こちらは、ドリルライナーを打って、これでシールド剥がしてシールドラード取って、で、あれですね。あれですね、ドヒロイデルなんとかするって感じだと思います。だけで、まあ、相手のシールド剥がしていって、もうこれはさすがにも間に合わないんで、まあ、やられていくんですけれども、まあ、白竜に対して白竜投げるのは結構無謀なんでね、お互いも削り合ってしまうので、まあ、ここにはドヒロイデルを投げていって、で、ヘドロウェーブを打っていくんですけれども、これ張ってくんのかな。まあ、どちらでもいいんですけれども、どうだろうな、相手。あ、張ってこなかったですね。で、張ってこなくて、で、最後出てきたのがオーロットだったので、そこには白竜を合わせていって、まあ、ご利用していくって感じですかね。で、まあ、シャドウボールまで貯めたらこちらはさすがに貼らなきゃいけないので、まあ、貼っていくんですけれども、うん、もうご利用しするしかないですね。なんだろうな。まあ、ここにはのしかかりは20体制で、で、アクアテールが、まあ、普通の体制なんで、打つとしたらアクアテールを打っていくって形ですね。で、相手がこちらのアクアテール打ってくるタイミング、うまいですね。こちらずらしたんですけれども、まあ、見事にかわされてしまって、うん。まあ、ちょっとめんどくさいなと思ったんですけれども、うん、まあ、ちょっとイラッとしたっていうのが正解ですかね。うん、まあ、でも、まあ、しょうがないですね。で、まあ、のしかかりを打っていって、うん、で、ダメージ取っていくんですが、まあ、それにしてもうまかったですね。こっちわざとずらしてアクアテール打ったのに、うん、あのタイミングでしっかり変えてくるあたりは、ちょっと、うん、びっくりしましたね。うん、で、まあ、ここで相手が技打ってくるんですが、まあ、これはもう受けちゃって OK ですね。もうドヒドイデに託していこうかなと思います。だけど、まあ、これ受けていって、で、あれですね。ドヒドイデを投げていって、で、毒好きだけで倒させてもらって、塩水をしていくって形にするのかな。うん、あるいはもう毒好きだけで無理やり持っていくって感じになると思います。で、多分毒好きだけで持っていきそうですね。で、こちらは、多分種爆弾でも結構痛いんじゃないかな。うん、どうだろう。耐えられるのかな、ドヒドイデの耐久だと。うん、まあ、もうどちらにしろね、貼らないとまずそうなんで貼っていって、で、あとは毒好きだけで倒した勝ちですね。対戦ありがとうございました。いや、相手の交代系見事でしたね。あのタイミングで変えてくるのは、ちゃんとこちらの様子を見てないと、あれですよね。ゲージ技溜まったタイミングじゃないんで、うん、さすがだなと思いました。で、まあ、次の対戦なんですが、相手チャーレムですね。まあ、一応ね、これは出しがち、さっき言ったように出しがちは出しがちなんですけれども、まあ、ブラフに貼らされてしまった時点で、まあ、最高級に膨らって負けてしまうので、まあ、一応、まあ、勝ちは勝ちだけど難しい対面なのかな。うん、で、まあ、こちらは、まあ、あれですね、塩水を打っていけば、うん、相手がね、シールドハリハリって普通に最高級にぶっぱであれば、勝てるって対面ではあるので、うん、なので、まあ、うん、様子を見ていくって感じでありますね。で、まあ、塩水打っていくんですけれども、相手も張ってこないでしょうね。まだやられないので。なので、まあ、打っていっ
って、で、これ見てると塩水ってやっぱ結構ダメージ入る技なんですね。なので、まあ、今後あれですね、塩水中心で技打っていこうかな。ヘドロウェーブが強力なイメージがあるので打っていってたんですけれども、うん、なんか塩水でいけそうですね、この感じだと。だけど、まあ、塩水も一発打っていって、で、相手は最高気熱打ってくるのかな。なので、まあ、そのタイミングで、ノコッチを投げていったんですけれども、どうだろうな、最高気熱だったら最高気熱で結構ダメージ入っちゃうと思うんですが、うん。まあ、まあまあ入りましたね。で、この後、転がるだけで持っていこうとしたんですけれども、まあ、思ったより転がるが入らなくて、もう一発打たれちゃったんですよね、これ。もうちょっと早く倒したかったですね。ただ、もうこれ貼れないんで、まあ、レッドパンチだと思うので、まあ、これ受けていって、で、あれですかね、溜めたギジャ裏に打つしかないですね。で、出てくるポケモンが何かによるんですけれども、まあ、一応空と地面、まあ、結構技範囲広い、技持ってるので、残っちゃう。なので、まあまあ、悪くはないのかなと思います。でも、岩流れを打っていったってことは、岩流れが抜群で入る相手なのかな？どうなのかな？まあ、とりあえず岩流れを打っていって、で、あ、抜群で入る相手ですね。で、もう一発岩流れを打って、あれなんですけれども、ここしっかり CCT やった方が良かったですね。うん、ちょっと残っちの体力が心持ってなかったのですぐ打っちゃったんですけれども、この後2発ぐらい翼で打つくらってやられたみたいな感じがあったので、普通に CCT で行きましたね。うん、ちょっともったいなかったですね。で、まあ、ここには、まあ、ドヒドイで投げようかな。ドヒドイで投げて、うん。あれですかね。相手ゲージ溜めてるんで、まあ、ゲージ吐かせるって感じですかね。まあ、体力これだけドヒドイで残っていれば、まあ、一発ぐらいだったら普通に耐えられると思うので、まあ、受けていって、あとは白竜にかけるって感じになると思います。で、まあ、ここで白竜かな。白竜投げていって、で、相手にね、ゲージ技吐かせる前に倒していって、で、最後見ていくんですけれども、まあ、出てきたのが、なんだこれ、ちょっとよく見えないです。ランタンか。ランタンと、まあ、なんだ、あいつ、夜の族ってやっぱ多いですね。普通にこの2匹って互換性取れてますし、うん。まあ、強いですよね。うん。で、まあ、あとはここはもうあれですね、ランタンに対しては、白竜で詰めていった方がいいと思うので、まあ、白竜大事にしながら戦っていくんですけれども、まあ、白竜はそうですね、まあ、10万ボルトなり、波乗りなり、まあ、それなりにダメージ取られるんですけれども、まあ、その間にね、なんだろう、息吹とのしかかりで、まあ、ダメージ取っていって、で、まあ、様子を見ていって、最後は、なんとか、ドヒドイで持っていくって形になると思います。あるいはドヒドイで交代受けとか狙っていくのかな？どうだろう？うん。まあ、どうかなって感じなんですけれども、まあ、さっき打たれちゃいましたね。交代時間来なかったので、まあ、あれなんですが、まあ、ここはシールド貼らないと大ダメージ受けてしまうので、まあ、貼っていって、で、こちらののしかかりがギリ間に合うか、相手の波乗りが先かって感じであるんですけれども、先に打てましたね。まあ、先に打てたんで、まあ、これで決まりですかね。相手シールド残ってないと思うので、うん、まあ、これでいただきだと思います。うん、まあ、白竜のご利用しが最後やっぱり響きましたね。大戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーはそうですね。使いこなせたら、なんかかなり強そうな感じがありますね。まあ、私はもうこれ初見で使ってたので、まあ、ちょっと難しかったんですけれども、しっかりとシミュレーション回してね、ドヒドイデがどのタイミング強くて、まあ、塩水がどれだけダメージ取れて、ヘドロウェーブがどれだけダメージ取れてっていうのをしっかり見てね、やっていったら、うん、いいパーティーだと思います。うん、なので、まあ、初手のね、ドヒドイデ、耐久力からドヒドイデで、まあ、様子を見ながら戦っていって、で、シールドはあれですね、エースのハクルに残していって、で、ゲージ技を食らわないようにね、しながら、相手の通常技がね、当倍とか以下であればね、白竜結構耐えてくれるんで、まず、息吹でゴリ押しして、あとはね、ゲージ技、のしかかりもアクアテルも結構ね、回転の速い技なんで、うん、まあ、白竜の火力と合わせてね、まあ、それで押していって、で、あとはね、技性能が良くてね、幅広く見れる、のこっちでいろいろ対応していくっていうような、そんな感じのパーティーだと思います。うん、なので、まあ、基本的にはね、シャドウ白竜が打ったら弱いので、まあ、そこにシールドを合わせていくっていうような感じにはなると思うんですけれども、うん、まあ、でもね、なんですかね、見ていただいた通りの、まあ、ゴリ押し性能にはね、ゴリ押し性能がね、白竜にはあるので、うん、なので、まあ、そこでね、なんやかんやワンチャン作っていくっていうような、まあ、そんな構築なのかなって感じですかね。あとはそうですね、こっちがうまく交代のタイミングをやっていくことが重要になるのかな。私はちょっとまだ慣れてなかったんであれなんですけれども、まあ、交代のタイミングをうまく使って、まあ、ドヒドイで受けたりですとか、まあ、残ってる流したりですとか、うん。で、あとは、まあ、白竜を通すっていうような感じにしていくと、多分強いパーティーだと思うので、まあ、そこら辺を意識して戦っていくのかいくのかなって思いますね。で、あとドヒドイでに関して言えば、こいつ結構、てか、まあ、かなり耐久力があるポケモンなんで、なんですかね、タイプ1の地震とか食らっても、まあ、結構耐えてくれたりするので、一発であれば。うん。なのでね、まあ、シールド1枚いらないっていうところが、まあ、強いのかなって、うん、気はしますね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。